Please join me in welcoming a new member to the Harley-Davidson family. について触れていきたいと思います。まず最大の特徴と言っていいのがですね、普通のマニュアルトランスミッションの車を運転できる免許証を持っているお客様であれば誰でも乗れるというところです。なので大型二輪免許をお持ちでもないお客様に関してもこのトライクは乗れるというのが最大の特徴になっています。でこのトライクなんですけども、名前の由来でもあるようにタイヤが3つついています。前に1つ、後ろに2つ、まあ、要は3つのタイヤで立っているということで、いわゆるライダーさんだと分かると思うんですけど、立ちこけといって、まあ、止まっている時に転んでしまう状況、これが起きないということで安心して乗れる商品でもございます。でまたこのトライクなんですけども、うちのラインナップでは唯一、採用している機能がありまして、それは自動リバーシステムです。まあ、要はリバースギアがついているということですね。なので、狭い道もしくは取り回しがちょっと大変なところに入っていったとしても、そのリバースギアを使うことによって簡単に操作ができるというふうになっています。それからブレーキシステムについて触れたいと思います。このトライクに関しては油圧式前後の連動したフットブレーキというものを採用しています。で通常のバイクですとフットブレーキを踏むと後ろのブレーキだけが作動するんですけども、このトライクに関してはフットブレーキを踏むだけで、まあ、後ろのブレーキと前のブレーキも作動するということで、まさにですね、車に乗ってその後にすぐにトライクに乗ったとしても違和感のないブレーキングができるというふうな形で非常に安全に乗れるかなというふうに考えております。続きまして、通常のモーターサイクルとそのトライクの差って何なんだろうかというところについて触れていきたいと思います。まずはですね、2人乗りに関してなんですけども、モーターサイクルに関しては、まあ、ある年齢もしくはある経験以上を持たないと法律的には後ろに乗せてはいけないという決まりがあります。でこのトライクに関しましては区分上小型自動車となっておりますので、そういったものが一切ないということです。でもう一つはですね、ヘルメットの装着に関してです。ヘルメット、通常モーターサイクルに乗るときはヘルメットが義務化されています。でトライクに関しては、まあ、義務ではありません。ただ我々ハーレーダビッドソンジャパンとしましては、まあ、お乗りになっていただくときには、まあ、安全第一ということでヘルメットの、まあ、装着というものは訴えていきたいなというふうに思っております。それから一応車の区分になってますので、初心者マークですね、通称青若葉マークと言われているものに関してはバイクに関しては、つける義務はないんですけども、トライクに関しては、最初の1年間に関しては、それをつけなくてはいけないというふうな義務が発生してきます。まあ、ここら辺が大きな、通常のモーターサイクルとトライクの差となっています。続いて主な装備についてちょっと触れていきたいと思います。やはり後ろの方ですごく大きいので分かりやすいのかなというのがこのトランクです。でトランク自体はこの後ろの両輪の真ん中にあるボックスタイプのところです。でこのトランクが125リットルぐらい、約125リットルで、キングツアーパックというのがそのトランクの上に乗っている部分ですね、上に乗っている部分、これを合わせると最大190リットルというスペースを確保しています。
これ190リットルどのぐらいか、まあ、2人で、まあ、ちょっとした小旅行であれば荷物を後ろに乗せて2人で楽しんでいけるぐらいのスペースだと考えていただいても構わないと思います。続きまして、先ほど少々触れましたけどリバースモードです。このトライクに関してはリバースモードがついています。左のハンドコントロールにあるボタンを押すことによって、まあ、後ろに電動的に下がるというふうな、仕組みを持っておりますので、まあ、あの駐車場であったりとか狭いところに入ったとしても後ろにバックができるよというふうな形で安心していろんなところに行けるというふうなシステムになっています。続いてパーキングブレーキですね。通常のモーターサイクルではなかなかないんですけども、パーキングブレーキがこれは標準装備でついています。でこのパーキングブレーキなんですけども、左足のフットボードという下に、まあ、あの足を乗っけるボードがあるんですけども、そこの後方部分にちょっとしたあのギアがあります。でそれを踏んでいただくとパーキングブレーキがかかり、もう一度押してリリースするとパーキングもリリースするという形になっています。これはですね、あの自動車にもこういうふうなパーキングブレーキがあるので、まあ、自動車、先ほどから申し上げているようにその自動車から乗り換えてもこういったものには迷いなく使えるというふうな形になっているのも特徴です。でここに羅列しているのがですね、主な標準装備というふうな形になっています。右の上の方に行きますと 6.5 インチのタッチスクリーンのサウンドシステム、これが標準装備となっています。でこのサウンドシステムには、スマートフォンと連動できる USB ポートがついております。ですので、まあ、スマートフォンをお持ちの方であればここにリンクをさせて、していただいて、まあ、あの自分の好きな曲がいつでもそこで聴きながらあのライディングができるようになっています。それからやはりトライク若干あの車重的には重いので、フロントには2つのディスクのブレーキシステムを採用しています。でボディカラーについてちょっと触れていきたいと思うんですけども、向かって左側、これがモノトーン、要は単色のボディカラーになっています。で右側の方はツートーンですね、2つの色を使ったツートーン、これが2つのタイプとしてボディカラーとしてラインナップにあります。なので合計すると4つのボディカラーからお選びいただくことが可能となっています。続きまして、まあ、ターゲット層ですね、我々がどのような方々にこういう商品を出した時にアピールできるのかなというふうな方たちをご紹介したいと思います。我々としては2つの方向性があるのではないかと考えています。1つの方向性、ターゲット1ですね、35歳から45歳ぐらいの男性で、非常にアメリカの文化に精通していて、やはり音楽が好き で積極的に人と違うことをやっていくタイプ、要は自分の価値観をしっかり持ってそれを楽しんでいく方々というのは我々のターゲットになるのではないかなというふうに考えています。またこのぐらいの層になってきますと家族がいらっしゃるということで、家族と一緒にライディング気分を味わいたい、安全にライディング気分を味わいたいという人もターゲットに入ってくるのかなというふうに我々は思っています。でもう一つの方向性としてはですね、55歳以上の男性です。青春時代にですね、アメリカの文化にすごく精通して、そういったものに憧れてここまで生きてきた人たちで、一度はライダーになったけど何かの状態もしくはライフステージでちょっと、まあ、バイクに乗れない状態が続いた人たち、ただこれだったら乗れるというふうな形での我々はリターンライダーと呼んでますけども、そういう人たちも帰ってくるんじゃないのかなと。でまた今あのバイクに乗っている方々でちょっと体力的に辛くなってきたけど、この自由な雰囲気は失いたくないといった方々も乗っていただけると思います。でまた2009年まで我々の、ラインナップにありましたサイドカー、これの代替需要というものを我々は期待しています。こういった2つの方向性で我々はこの商品を通してアピールできるのではないかなというふうに考えています。で最後に価格について触れていきたいと思います。今回のトライク、トライグライドウルトラに関しては、先ほどあのボディカラーが2つあるという説明をさせていただいたんですけども、ボディカラーで若干値段が変わってきます。モノトーンに関しましては4,000円で、ツートーンに関しては466,000円というふうな2つの価格設定をしております。